佐々木健翔君、日本共産党の佐々木健翔でございます。私の方からはですね、不在者投票の問題にから質問させていただきたいと思っております。これから被害が特に甚大な地域ですね、それから避難者が非常に多い、そういう地域で選挙が実施されるということになりますと、その投票権の最大限の保障というのが非常に大切だと思うんです。でそこでですね、まずこの、期日前投票はかなり皆知られていまして、かなり増えておりますけれども、この不在者投票とこういうことになりますと、この中身がなかなか知られて、先ほど大臣おっしゃいましたように周知されていないということがありますので、まず確認ですけれども、この不在者投票の手順、これを説明していただきたいと思います。はい、田口選挙部長。お答え申し上げます。今回の審査に伴いまして、それまでの住所地、名簿登録地の選管ですが、そこ以外の市町村に避難している有権者の方々は不在者投票時に該当すると考えられます。その手続きにつきましては、まず第一に、有権者の方が選挙人名簿登録地の市町村選管に対して郵便等で不在者投票用紙をまず請求をすると。そして第二に、その当該名簿登録地の選管がその有権者の方に不在者投票用紙等を郵便で郵送すると。で第三に、それを受け取られた有権者の方が受領した不在者投票用紙等を持って最寄りの避難先の市町村選管に行っていただくと。でそこの投票記載場所で不在者投票を行っていただくと。そして第4に、その投票を受け取った避難先の市町村選管が、その不在者投票用紙等を名簿登録地の選管に、そしてさらには投票管理者に送致をすると。そしてその投票が開票にされるというような手順になると存じます。以上、佐々木健翔君。これは比較的、この複雑なんです。今聞いてもですね、例えば有権者は自分が何をしたらいいのかというのはこうすぐパッと理解できない。で今聞いただけでもですね、3回の郵送が必要になるわけですね。でこの郵送作業を行うというのもかなり膨大な仕事量になると思うんです。でその人員も必要であると。それからその選挙のための広報ですね、これも必要になる。政府としてですね、この財政支援、人的支援、この点でどのようにお考えか、大臣の見解をお聞きしたいと思います。片山総務大臣。これは市として人的支援とそれから財政的支援になると思います。選挙を実施される自治体において通常の時よりも随分こう作業が複雑になりますし膨大になりますので、その面で職員の補充が必要だということになりましたら、全国市長会などと協力して作っておりますその職員の派遣システムを通じて応援をしたいと思います。それから場合によって、例えばその域外から多くの方を避難者として受け入れている自治体において、その不在者投票のために人員が必要だということになりましたら、それも実用に応じてその人材の派遣をする。これは実際にすでにもう統一地方選挙の時に遠野市などに自衛隊の皆さんのための不在者投票のための人員を総務省から大勢派遣した経験もありますので、そんなことも考えなきゃいけないと思いますし、それから先ほど言われました何回もその郵便によるそのやり取りがありますので、かなり通信料といいますか郵送料がかかりますので、それに対しては実情を伺いながら特別交付税を通じまして支援をしてまいりたいと思います。佐々木健翔君。この有権者にとりましてはですね、その住んでいたところから離れ避難されてですね、かなり遠いところで生活をされていると。でその場合にこの誰が立候補してですね、どういう政策をその人はお持ちなのか、それをこの情報がですねなかなか届かない。どういう方法でこの有権者の政権をですね、知らせることが可能なのか。選挙公報を郵送すると、これは一つの方法です。
しかし、選挙候補ができないところもあるし、作っていないところもあると。それからそうなりますとですね、また時間もかかる。で、まあ、手っ取り早いというと語弊がありますけれども、各選管のこのホームページにですね掲載すると。でそうすればですね、どこに住んでいようがそのホームページを閲覧できるわけでありますから、例えばそんな方法もですね、考えられないか。それからもう一点は、避難者が住んでいる、例えば千代田区なら千代田区ですね、この選管に行ってですね投票するわけですけれども、その選管というのが一体どこにあるのかですね、そのなかなか分かりにくいと。不在者投票所というようなものをですねすぐ分かるような掲示ができないかというようなことですね。この点についてどういう対応されるかお聞きしたいと思います。片山総務大臣。遠隔地に避難されている方にその該当の選挙の情報が的確に伝わることは大変重要なことだと思います。特に、もちろん選挙の実施はもちろんですけれども、その候補者がどんな方が立候補されておられるか、それぞれの方がどういうその公約を出されているのかということも伝わることが必要だろうと思います。それには先ほど その不在者投票の手続きに従いまして、候補者に選管からその候補者の名簿でありますとか、それから選挙候補、これはまあ任意でありますけれども、多くの自治体で作られておりますので、それが的確に届くようにするということが必要だろうと思います。さらにその先ほど来議論ありましたけれども、私はやはり今回のことを考えましても、その選管選挙を実施する主体もそうでありますし、候補者の方もそうですけれども、インターネットを活用してそれぞれ必要な情報を有権者に届けるという、そういうツールが早くその公に活用できるようにする、そういう環境を整えるということはこの際やっぱり必要だろうと思います。それから避難先の自治体の選挙管理委員会がどこにあるのかということは、まあ、これは尋ねていただければ分かると思いますけれども、ぜひこれは全国の市町村におかれまして丁寧に対応していただくように、できるだけよく分かりやすくその周知されるように改めてこれはお願いをしたいと思います。委員長。佐々木健翔君。最後に広報活動ですけれども、避難者に対してですね不在者投票の周知徹底を図る広報活動というのは大変重要だと思うんですが、その自治体任せにしない、やっぱり政府としてですね、この際、しっかり対応すべきだと思っておりまして、総務省のホームページに不在者投票の方法とかですね、それから各地の選管の住所、投票用紙の請求のひな形ですね、一番最初に請求しなきゃならんのはそこから始まるわけですが、どんな請求書を作っていいのかわからない、まあ、そのひな形が出ていれば非常にわかりやすいということもあると思います。まあ、そういうこともありまして、私前回も指摘したんですけれども、明るい選挙推進協会にこの委託して啓発活動を行っておられましたが、カットされた。これは事業仕分けだっていうんでですね、カットされまして、これは復活すべきだと思うんですけれども、まあ、そういう点も含めて、ご見解をお伺いしたいと思います。片山総務大臣。有権者の皆さんに不在者投票の仕組みでありますとか、どんな様式であるかというようなことにつきましては、すでに総務省のホームページに掲載をしております。これできるだけさらに分かりやすく、分かりやすいところにそのをクリックできるようにするとか工夫したいと思います。それから先ほど申しましたように、政府広報を通じまして不在者投票の仕組みというのがさらにそのインターネットを使わない方にも知っていただくように努力をしたいと思います。それから明るい選挙の話が出まして、まあ、これはその選挙についてのその広報することが啓発することがいけないということではなくて、その契約の仕方でありますとか、まあ、天下り関係とかそういうことに着眼しての仕分けがあったわけでありますけれども、私は適切な周知と啓発は必要だろうと思います。当座これは政府広報などを通じましてやりくりをしながらやりたいと思いますけれども、今後の問題としてはおっしゃったようなことも念頭に入れながら、その選挙について国民の皆さんに十分正しい知識が周知されて、しかもその
その、まあ、いわゆる明るい選挙、選挙の浄化というものがなされるような、そういう努力は考えていきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。